はいどうも、キスケです。今回はドラゴンボールスパーキングゼロ発売から初めてのアップデート情報ということで、そちらの方を見ていこうかなと思います。公式 X の方でアップデートの告知があったんですよね。それがこちら。10月下旬頃にアップデートを実施予定。クラシック操作を選択した状態でオンライン対戦をすると一部の操作ができなくなってしまうと。エピソードバトルの一部のステージにおける難易度を下げてプレイした際の強さの調整、矢代兵衛のステータス調整、動作の安定性向上ということで、まあこういうねアップデートがなされるよっていう情報がね出とったんですけど、つい先ほど終わりました。はい。でやっぱ一番気になるのは矢代兵衛じゃないですよね。どう変わったのか、それをちょっとね、そのアップデートが入る前の矢代兵衛をちょっと撮影して、でアップデートがあった後の矢代兵衛も撮影したんで、ちょっと比較していこうかなと思います。多分それが一番気になってるところだと思うんで、見ていきましょうかね。ということで、よろしければ今のうちにチャンネル登録できる方はお願いします。それでは早速矢代兵衛の比較をやっていきましょう。はい、まずはタイトル画面の右下、バージョンって書いてますよね。これが 1004.004.003.003.002、 これが最新のバージョンになります。こうなってることを確かめてから、まあ、矢代兵衛どうなったのかっていうのを確認してみてください。まあ、どういうバージョンの数え方やねんっていう感じはするけど、まあ、ここがね、確か前回だと1003とかだったのかな。それが1004になってるんで、まあ、割かし分かりやすいと思います。はい、ということでまずはアップデート前の矢代兵衛のスペックを見ていきましょう。体力がこんな感じで、スキルストックが2の状態から始まっていると。でスキルストックの溜まり方もこんな感じやね。はい、満タンになりました。マックススキルストックは5で、体力は約3万かな。で、気力は1の状態から始まると。これがアップデート前の矢代兵衛のスペックになります。それでは、これからアップデート後のスペックをちょっと見ていこうかなと思います。はい、こちらが矢代兵衛のアップデート後のスペックになります。体力が2万5000に減ってますね。で、なんと、スキルストックが0の状態から始まるようになりました。これはね、めちゃくちゃデバフですね。すごい弱体化したと思います。体力3万だったのが2万5000で、スキルストック2から始まってたのが0から始まるようになったということで、まあ、これだけでも弱体化なんですけど、なんとね、それだけじゃないんですよね。これね、スキルストック溜まる速度は一緒なんですけど、なんとスキルストックが5ではなくマックス6になりました。はい、これやばくないですか。当然センズの必要スキルストックも6になってます。5から6、これはね、もう使い物にならんぐらい弱体化されたんじゃないかなって正直思いますね。アップデート前だとスキルストック2持った状態で、センズのスキルは5、体力は3万と、かなり有利な状況だったんで、すごく強かったんですけど、アップデート後は、試合開始時に所持しているスキルストックは0、マックスが6、センズのスキルストックは6、体力も2万5000っていうことで、これはね、超絶弱体化したね。やばいと思うよ。これも好き勝手矢代兵衛使う人減るんじゃないかなとは思います。
はい、皆さんお疲れ様でした。ということで本日はですね、アップデートで弱体化されたヤジロベエに関してちょっとね比較をしてみましたという動画でした。いかがだったでしょうか。まあ無難に弱体化されたなっていう感じはするかな。これでね、例えばあまりにも弱体化しちゃうと、スパーキングゼロのいいところもなくなっちゃうと思うんですよ。僕はね、センズってやっぱり体力満タンになる技であってほしいし、でそれを使うのがヤジロベエでもあってほしいということで、まあ今回の調整は普通にいいんじゃないかなって思うんだよな。まあいろんな声あると思うけどね、もっと弱体化しろとか。結局そのスキルストックが5から6になったことで、まあ、センズ使うペースが遅くなるっていうのは間違いないと思うんやけど、そのピシュン合戦とかさ、そういうのでも溜まっていくでしょ、気弾を弾いたりとか。まあそれも相まって結局のところセンズの回転率があんまり変わらないみたいな、試合をやってみるとそうなっているみたいなこともなりかねないんですけど、まあ体力がさ5000減ってるわけやから、まあそれでなんとかね高火力のキャラクターで押し切るみたいな、そういう立ち回りを要求されるっていうのは全然いいことなんじゃないかなって個人的には思いますかね。だから今回の調整はやりすぎず、スパーキングゼロの悪いところをなんていうの、若干調整しつつ、ちょうどいい塩梅で調整したんじゃないかなっていう、そういう感じはするかな。まあでもこういう弱体化をするっていうことが分かったことで、まあ今後どうなるかやね。他のぶっ壊れキャラクターたちが、例えば Z のブロリーとかさ、あとは多重残像剣持ってるスーパーベジットとかさ、あとあれだよな、ドクターウイローっすよね。まあこの辺の弱体化がどうなるかっていうのが個人的には気になるところではあるかな。ドクターウイローはね、ちょっと早めに直した方がいいんじゃないかなって思うんだよな。 DP4 が出していい火力じゃないからさ、やっぱり。でしかもそれって原作基準の強さでもないわけやん。っていうのを考えると、まあドクターウイローはやっちゃっていいんじゃない結構無理やりなんかがっつりナーフとかやっちゃっていいんじゃないかなとは思いますかね。ということで今回はアップデート情報でした。ということで、このチャンネルではこれからもスパーキングゼロの動画を出していきます。よろしければチャンネル登録や高評価で応援のほどお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。